ザ・漫才は、朝野厚子作の自動小説。シリーズ累計200万部を突破しており、全6巻でシリーズ完結。漫画化、CD ドラマ化もされている。ある10月の日、分けありの中学2年で転校生のセタフは、クラスメイトの秋元隆に付き合ってくれと言われる。秋元は、一緒に漫才のコンビを組んでくれという意味で言ったのだが、セタには、 同性愛の申し出のように聞こえ戸惑いを隠せずにいた。その後セタは無理やりコンビを組まされ、文化祭で漫才ロミオとジュリエット、本間はあんたがアホやねんを行うことにしたのだが、中学校を舞台として中学生の青春と葛藤と恋を描く。漫才ロミオとジュリエットから半年と少し中学3年生となった歩みとロミジュリメンバーは、 それぞれ違うクラスに分けられてしまう。そんな中、秋元は夏祭りで漫才をしようと言い出した。府は断固拒否の態度であったが、他のメンバーは乗り気だった。そして、府の思い人、メグの下駄箱の中に、牛ガエルが入れられるという事件が勃発した。そんな出来事によりお好み焼きや、おたやんに、ゲロゲロ事件対策本部が設置された。果たして事件の真相は 新装版として横に併記されているものは出版社変更によるカバーデザインの変更。贈呈、合本、開題、続編となったものは別記。今井ひずるが第1巻は丸ごと浅野厚子に掲載。第2巻は月刊コミックラッシュ2006年10月号。11月号に掲載。第3巻はコミックピアニッシュも2007年ボリューム2ボリューム5に 掲載、第4巻は、ピアニッシモ2008年ボリューム3ボリューム5に掲載された。絵はやや昔風な絵柄となっており、トーンなど一枚丁寧に書き込まれている。今井ひずるは、原作漫画家は初。ザ・漫才ザ・漫才2ザ・漫才3。ありがとうございます。